えー、こんにちは今回もインスタグラムのフロアさんからの Q&A ですけどもうんこれはね YouTube 上載していいのかどうかってことがありますんで慎重に言葉を選んでやらせてもらいます、えー、例のね予防注射を打つことに多くの人がネガティブに無関心になってきたような気がするんですけどもそれは何ででしょうかっていうねこの方の主観でお話しされてますまあでも確かにねどうでしょうかね予防注射を打つ打たないっていうのはそんなに なんか話題にならなくなったような気がするんですけども、皆さんの周りではどうでしょうか。で、えー、ある人に言わせるとですね、まあ、こういった文書が厚生労働省から出てきたのを見たというんですよ。ちょっとそれをね、あのー、本物がありますね本物は、あの、下の URL から、ある特定のサイトのところに貼り付けておきますんで、ご覧いただきたいと思いますけども。えーとね、そうですね。ちょっと見ましょうか。えー、厚生労働大臣、後藤茂之。 というね、署名と捺印がされてます。平成3年10月6日ということでございます。だから今から1年ぐらい前ですよね。で、情報開示請求に対して、1、不開示とした行政文書の名称、新型何とかかんとかの予防注射に効果があるという科学的根拠、論文等、これを開示しないことに決めたという、それ、ね、まあ、パート1ですよね。で、それについてパート2で、 不開示とした理由というふうに書いております。それがですね、えっ、ー、と、事務処理上、作成または取得した事実はなく、実際に保有していないため不開示とした。つまり、科学的なエビデンスがあるよっていうのは、厚生労働省も今のところまだね、分かってないということです。だから、予防注射に効果があるのかわかんない以上、もう作成した文章がないんで出しようがありませんということでございました。つまり、厚生労働省が、 効果があるかないか全くわからないものをずっと国民に先導して打たしていたということでございます。一体私たちは何を接種したんでしょうかいや、私は接種してないんですけどね。ね予防注射を打たれた方、何を打たれたんですかねどうなんでしょうかねうん。なんとも言えないところがありますよねえ。ちなみに下に URL を貼っとこうかと思ったんですけども、どうしよう。やっぱやめとこうかな。うん。やめときましょうか。 えっとね、これについてはね、そうですね、ま、あ下の URL ね貼っときます。ご覧いただければと思います。